韓国女優チェジューが清純な美貌を誇った。チェジューは3月31日、インスタグラムに近況写真を公開した。写真の彼女は半眼が見渡せる窓際に座ってポーズをとっている。白い T シャツにジーンズ姿というラフなスタイルに、化粧気のない顔にも、輝く清純な美貌だ。明るく笑う表情にも視線が集中した。一方、チェジューは2018年3月、一般男性と結婚。昨年5月に第一子となる娘を出産した。最近、インスタグラムのアカウントを開設し、ファンらと疎通している。チャンミン、エムネットキングダム、レジェンダリー王のオンライン制作発表会に出席。今日午後7時50分放送開始。ユンホ、エムネットキングダム、レジェンダリー王の3回まで登場する。今日午後7時50分放送開始。ユンホは現在、貿易指針違反で立件され調査が行われている状況。JYP エンタ、SQU4D を商標出願。ファンらは新たなボーイズグループ名。4人組か。事務所内のユニットな、など期待感を示している。20に続くグループにも期待の声。